吉木さん、女性ファンに声かけられたぞ。ね、久しぶりだね。久々じゃないか。サイン求められたのも久々じゃない。久々だな。写真撮ってさ、サインもらっていいですか。めっちゃ久しぶり、嬉しい。周辺にだけこれはね、OTT に行くと俺が次怒ります、それ。そう、短距離の練習室だしね。やっぱ憧れは TKD っていうのはすんなり受け入れられましたよ。ということで、吉木さん、挨拶お願いします。そうだ、考えてなかった。ノルウェーさん、ノルウェーメモ刻んでいこうぜ。ベイパーフライのカーボン引っこ抜いてフライパンにしてみた。ノルウェーさん大丈夫？全然意味がわからない。式並みでネジ外れてるね。ということで、吉木さん、ちょっと短い期間でありましたけれども、 800m 本番が明日になったと言いたいところなんですが、今回 DTT 延期ということで、コロナの関係上、はい、本当は今頃福井で今日レースかそうです、今日でした。今日レースだったんだね。だったんですけれども、ちょっと延期ということで、はい、大西団長とのトライアルは延期という形になったんですけれども、まあ、我々は何かせっかくここまで合わせてきたので、はい、まず何かやりたいなといったところで、明日何かトライアルはしようという話に落ち着きまして、一応間取ってまず 600m のトライアルをしてみないかという結果になりましたということで、まあ、その前日ですね、まあ、トライアルですけれども、まあ、俺たち個人でやるけれども、まあ、これまでの成功を見せる大事な場面ではあるので、しっかり気を引き締めて頑張っていただきたいなと思うんですけれども、そのためにもね、はい、ある助っ人も呼んでるんですよね。そうです。まあ、それは楽しみにしていてと、ということで、まあ一応前日という形になってますけれども、ドン、え、ドラゴンフライ、いろいろ言いたいことあるんですけれども、まあレビュー動画が先に上がってるのか、こっちが先に上がってるのかちょっとわからないんですが、まあドラゴンフライを試着して、まあいい感覚ではあると、めちゃめちゃいいね。だよね、あると思うんだけど、今までの練習動画を見てくれてるみんなだったらわかると思うんだけど、今まで履いてたスパイクはコスモレーサーです、だったんだよね。まあ前日に履いてどっちを履くかということで悩んでる。まさか悩んでます。悩んでるか。でも悩んでます。理由はもうただ一つだよね、はい、ドラゴンフライの履き心地がいい、はい、プラス、今まで履き慣れてきたコスモレーサー、その理由で悩んでると。悩んでます、うん、とても悩んでます。 600m にした経緯なんですけれども。ああ、はいはい、教えてください。本来は 800m、うん、一応ですけども、名目じゃ2分切りを目指して2週間積んできたわけです、うん、ただいきなり800じゃ一人でトライアルやってこれが出ますかっていう話なんですけれども、まあ試合の雰囲気とか周りの選手とかについて流れでっていうのはワンチャン可能性としては今見えてきた段階ではあるんですけれども、まだね、多分一人だったらちょっと難しいというところで、まず 600m で2分切りのペースを切っていくっていうので 600m にする。してあります。なるほど。 600m2 分切りのペースだと90秒切りになるんですけど、90秒切りと、はい、はい、まあ、400でいうと1周60秒。なるほど。できなきゃ2分切りはできないよねっていう話で。そうか、はい、思い出したと。去年吉さん91とか2ぐらいじゃなかったっけ。そうなんです。でちょっとあれってなったんだよな。自己ベストが僕去年91秒なんだよな。はい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 。でも逆に91秒で走って、はい、去年2分3ってことはやっぱそれなりのタイムは出るってことだよね、その付近の。そうなんです。うんうんうん、可能性としては高いってことだよね。はい、90を切って例えばじゃあ89、88でいけたらいよいよ YOSHIKI2 分見えてくるんじゃねっていうところで、大会もなくなっちゃったしちょっと幅を利かせて600にしました、うん、800見たかった人にはちょっと申し訳ないんですけど、まあまあこれは延期になってまた DTT でやるか分かんないし、大西団長にちょっと話詰めてもらって、また2人で前の 1000m みたいなトライアルにするかも分かんないし、はい、ってところですよね。そうですね、うん、なのでまあ800の試合もちょっと今探してるので、まあ、コメント欄とかでも800、9月10月こんな試合あるよなんていうの、あの分かってる人いたら教えていただければ。教えてほしいね、うん、ある程度遠くても行きます、ね、行くね。北は北海道、上は沖縄までシッシッシピッピッピ、あ、ピッピか。 300m 今日1本前日刺激というの、300の45秒を今日はどれだけ楽にいけるか、あとドラゴンフライの感触を確かめていって、コスモレーサーかドラゴンフライをどっちが履くか。300走り終わって、はい、ちょっと考えてすぐ結果出ちゃうってことですか。そうです。コスモレーサーでも300の感覚は知ってるわけだからね。そうだね、うん、じゃあ行ってらっしゃい。ちょっとやっていきます。はい、はい、大事な 300m ダッシュで行こうぜ。まあね、いろんな意見あると思います。これは僕はどっちかといったらドラゴンフライの良さもわかるんで、どっちもいいっていう思いはあるんですけれども、やっぱ履き慣れてる方がいいかなっていう感覚なんとなくありますよね。うん、そこまで動きコスモレーサーと変わらないし、まあそんな差は出ないと思うんですけど、じゃあそんな差が出なかった時にっていうことですよね。履きやすさはあるんで、そんな大きなブレ幅ないと思うんですよね。まあどっちに転んでも YOSHIKI がしっかり練習してきた結果は、まあ、出るんじゃないかなと思いますよ。風強いね。うん、まあまあまあこの程度。さあもう一本の足をしっかり入れていきます。うん、弾ませて弾ませてしっかりいきましょう。
よしきが800枚最後の調整300メートルですね。ちょっと風が強くなってきて若干走りずれとかありますけれども、まああんまりそういうの気にせずに行きましょう。いいな、今ホーム追い風でこの時走りたかったな俺も。まあそれ置いときまして、まあ今日ね実はねここ来る時にねって話そうと思ったけど今よしきさん手上げちゃったんでもう今測ります。この話はまた後日。いいよ、あれ、はい、書いてるから若干かね、若干そこまで気にすることはないけど、40、41、42、43、44、3秒7。まあ理想の入りっぽいけど、ダッシュで行こうぜ。ちょっと引っかいてる、うん、でも気にすることやね。視聴者さんから言われる前に俺が言っただけ。進むんだよね、うんうんうん、これはマジでヨシさんの感覚を一番大事にした方がいいと思う。俺たちが視覚で見るものとヨシさんが感じるものって違うから、まあそこはすり合わせる必要はあるけど、俺動画でも言ったんだけどそこまで変わらんと思う。ただやってきたことはちゃんとどっちのスパイクでも出ると思うから、もうヨシさんの好きな方でいいと思いますよ。決まった、決めました。おどっちでいくか教えてください。ドラゴンフライで清水か。清水って何の話って思ってる人いるよね。前回の動画遡ってくれたら、なんでドラゴンフライが清水なのかっていうのを、はい、その話はもう一生しません。そうですね、ドラゴンフライで、うん、理由は周平が言ったように今までコスモレーサーでやってきた感覚、良かった感覚っていうのがあんまり変わんないと思ってて、うん、でむしろこっち慣れてったらもっと良くなるんじゃないかっていう可能性を感じてて、なのでこっちにしました。わかりました。短距離スパイクに近いのがコスモレーサーで、なんか長距離のあのベイパーとか優しいタッチというか優しく気持ちいい設置ができるのがドラゴンフライのイメージがあるので。なるほどね。ちょっとあれだったな、前日に入手してしまったっていう。そうですね、もう1週間前に入手できる予定だったんですけど、まあまあそこは仕方なしということで。わかりました、今回は清水とよろしく。これでいきます。誰も色はないと思います。いや頑張ってください。ただ一つ、はい、もうちょい楽に43秒行きたかったね。なんか意外に疲れた。大丈夫、気にしないでやってきたことだけ信じてください、うん、難しいけど。それでは次回 600m トライアルガチョーン。閉まんないな。閉まってないね。閉まんない閉まんない。次回 600m トライアル。ひよってるやついる？いねえよなこれ落ちた。落ちてないな最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会にさようなら。あ、こっちだ